金子るみの海チャンネル、楽しんでますか？おいしいものたくさん食べてますか？午後のひととき、私金子るみお付き合いくださいね。いつもありがとうございます。今年の夏は暑いです。皆さん体調に気をつけてお過ごしください。はい、今日は大阪福島区にある、当時のお店あの以前、福島バルでしたっけ、バルで、初めてね伺わせていただいて、本当に久しぶりに美味しいマグロをいただきました。で今日はちょっと改めて、まあ、プライベートではございませんが、金子るみのるみチャンネルでご紹介させていただきたいなと思って、伺いました。で、以前バルでいただいた時は、やっぱりこういろんな店を回らないといけないっていうことで、やっぱりこうちっちゃな可愛いので一口でちょっと物足りなかったので今日ねこれ見てください。すごいです、すごいでしょ。マグロに金粉で、とても贅沢なマグロ丼いただきます。ここは福島の、東西線と JR の福島から歩いて約5分ぐらいですかね私もすいません、車で来てるのわからないんですけど、検索してみてください。昼飲みセットとかね、ちょっとお酒いただいて美味しい、マグロ、ここはなんかやっぱりマグロ専門のお店で、なんかもう本当にお魚が新鮮で、ここのマスターの方が、なんか何でしたっけもともと、そういうお魚、市場に、お勤めされてて、目利きっていうか、もう間違いない美味しいお魚を食べさせていただきます。ぜひ皆さん、本当に福島来られた時はまたね、新しいお店で、とっても綺麗で、とてもいい雰囲気なお店です。ぜひまたいらしてくださいね。今日は美味しくいただいて帰ります。いただきます。Thank you.
いつもお金子ルミのルミチャンネル見ていただいてありがとうございます。たくさんの人にね見ていただいて、で私の、まあ、ルーティーン少し参考にしてもらえば嬉しいかなと思います。でまずね、私もう手術のことばっかり言うんですけど、手術で左の足のリンパを取ってるんですね。なのでまあ、リンパを取るってわからないでしょ。で、わかりやすく言うと、座って、まあ、例えば和式のトイレ入りますよね。立てないんです。なんでかね、なんか先生に言われたのは、手術後は和式トイレには絶対入らないでください。なんでやろと思ったら、わかりました。一回入ってみたんですけど立てなかったです。でやっぱりね、リンパ取ると、浮腫になる、足がねむくむんです。でね、ひどくなると、ゾウさんみたいな足ねって言われる人もいらっしゃいます。でも私はね、幸いなことに、膝膝から下が腫れなかったんですね。っていうのは、マッサージを毎晩、リンパマッサージって、あるんですけどね、まあ、阪大の方に入院させていただいた時に、プロの人に教わりました。で普通のマッサージではない、ダメなんですね。で365日ずっと私を死ぬまでこれをねしないといけないので、まあ今ね、私のまあルーティンって言ったらルーティンになるんかなって思います。で最近ちょっと覚えたことが、朝起きた時と寝る前の腹式呼吸、腹式呼吸ねそれを毎朝起きた時と寝る前に取り入れてます。それはね、ちょっとある方に教えてもらって、ちょっと素直にねやってみてください。でまあ、腹式呼吸はとてもいいので、で腸もねちょっとやっぱり動くんです、朝ね。なのでまあ、少し参考にしてもらえれば嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。いつもありはい、金子ルミのルミチャンネル、いつも見ていただいてありがとうございます。前回監督とちょっとお話ね、病気の話をさせていただいて、次の日だったかな、病院頑張ってくださいって言って言ってもらって、一応病院行きました。で病名がはっきり私わからなくて、でまあ腫瘍があるっていうことと、脳にね、脳に腫瘍があるっていうことと、なんか隆起をしているところがある、2箇所発見されたんですね。で、正しい病名を、まあ、一応診断書をもらってきたんですけど、髄膜腫と未破裂脳動脈瘤、めっちゃなんか病名聞いただけで、なんか破裂する寸前の動脈瘤があるよっていう、まあ読んで字のごとくなんですね。でこれも私が、自覚症状っていうのが、この間も言ったんですけど、メニュエル、もう天井を回るんですね。メニュエル病って割と女性に多くて、ちょっと高齢になるとね、天井回るんです。それがね、なんとなく嫌な予感がして、で自分でメニュエルってつけてたんですけど、いやこれおかしいって言って脳を検査しました。そしたらやっぱり脳にねあって、それが原因でちょっとめまいがね起こしてたっていうことでね。でまたこれはね、どうするか、まあこれもまた病気と戦わないといけないと思うんで、でもね、一応症状ないので元気で今動いてます。またこれからも金子ルミのルミチャンネル、どうぞよろしくお願いします。元気で頑張ります。はい、デンタルケアのコーナーなんですけども、今まで、どれぐらいですかね、2年半ぐらい、デンタルケアのことをねずっとお伝えしてきました。で今ね、検診皆さん行かれてますか？今うちのね歯医者さんに来る人でね、本
当に、長いこと来なくて歯を失ってる人がたくさんいらっしゃいます。でやっぱり症状って何でもそうですよね。病気でもそうです、歯でもそうです。もう痛くなかったらいかんでいいわっていうね、考え方をちょっと切り替えてください。うちの歯医者では3ヶ月に1回、定期検診っていうのをね行ってます。っていうのはやっぱり自分でね磨き残し、まあ自分ではすごく頑張ってはるつもりなんですけど、やっぱりどっかね磨けてないところが多々あります。で知らない間に、虫歯って進みます。自覚症状がね出てからでは、遅い時があるんですね。であと一点ちょっと気をつけないといけないのは、神経抜いてる歯ってありますよね。それってすっごい弱いです。なので神経抜いてる歯は、絶対に気をつけてください。何が起こるかっていうと、歯の破折、歯がねパキって割れて、あの噛んだら痛いって症状出てきます。まあその時は必ず歯医者の方に行ってくださいね。やっぱりね、あの口腔内ケアはとっても大事だと思います。元気で長生きしたい人は必ず、近くの歯医者さんに行ってくださいね。またいろんなことを伝えていきたいと思います。いつもありがとうございます。最近あの、はい、IQ を測るアプリってあるやん、見たことある？いや僕はそうですね、 IQ を測るアプリ、はいはいはい、あの、はい、割とフェイスブックでも何人かの人があの IQ を測ったって。ああそうなんですね、はい、測ったって、はい、ほんでなんかそれ見てて、あ、はい、俺もそうやなって、俺も一回やってみようって、はい、この間やったんや。ああはいはい。ほんだら IQ183 やった。え、高ないっすか？すげえ超人じゃん。案外 IQ 高いんやな俺と思って。高いですね、確かに。なんかあの結果を1990円でダウンロードしないと。ああ、まあまああれですね、しますね、確かに。なんかだからなんかそれアップするのもやらしいな思って、なんか、はい、なあ自慢みたいな。いやいやいや、でもこうやって YouTube で言うとか一緒やねん。一緒やねんけど、自分でもいやすごいな思って、はい。あっちゃんは IQ どのぐらい？僕ね、中学校の時で IQ50 です。え？平均で50です。低くない？ IQ50 って猿やん。いや、おさるさんもう少しあるかもしれない。え、それめっちゃ面白い。だって、あの、日光さ、あの、の猿軍団の猿でも、60ぐらい。はい、僕多分80ぐらいだったはずなんです。そう、でも80でしょ。80平均ぐらいやって、確か。一緒で。50って。どうすかね、50って。IQ50 って見てる人。見てる人が見て、はい、って、IQ50 でお芝居できんのって思われるの嫌や。そう、知ってる人は、ああ、確かになって思う人もいるかもしれないですけど。こんな見た目なんで。知ってる人やったら、まあまああっちゃんやったら50ぐらいかな、みたいな。ちょっとでもそれにしても50は低すぎるやろ。そう、ちょっとね、もう少し人間として頑張ってほしい。でもな、あれって、はい、その頭がいいか悪いかじゃないからな。ああそうですね、 IQ ってな、はい、IQ ってそのまあなんていうの、ああいう反応というか即応力というか、はいはい、なんかな、パッパッとあの問題が、うん、あのな、例えば11、14、17って書いてあって、はい、その下に例えば8、ほんで11、はてなみたいな、はい、ほんだら、まあまあ3つずつ増えてるから、はい、3つずつ増えたら、まあ11やから14かみたいな、はい、なんかそんなんやな。それがパッと思い浮かぶかどうかだけやな。そうそうそう、別に頭悪いというわけじゃないな。そう、時間かけてもいいんですか？ IQ だって外大入れてんのもんな。確かに言う、京都の外大、はい、京都の外大でも考えたら京都の外大って、はい、IQ50 だっけ。あ、偏差値はじゃあ偏差値だ、 IQ では学校はないね、あれなんで偏差値のですね。いや、僕でもできるっていう、何でもね、皆さんそうですよ、ほんとね、はい、IQ50 でもお芝居できるんですよ、はい、こいつも役付きもらってるんで、ね、役付きなんです、あのこれでも
え、どうなん、東映とか松竹の人みたいな、え、あれ、ヒューゴーとか、あいつに役付けやらしたらと思ったけど、きれいになるかもしれないな。会議が始まる。それも困りもんやな。ちゃんと台本もいただいて、まあ、IQ50 ですそういうことなんでね、別にあの IQ が低くても一生懸命やればお芝居もできるっていうことですね。皆さん、はい、皆さんもちょっとぜひお芝居とか盾をこいつでもできるんで、僕でもできるんで、芯を持っていって、芯を持ってやってください、やってください、はい、やってるんですか、はい、またまた。金子ルミのルミチャンネル、いつも見ていただいてありがとうございます。みさきちゃんの新しいコーナーを作らせていただきました。みさきのブレイクタイムですよね、はい、そうです、みさきのブレイクタイムです。それでやっぱりね、あの本当に若いお嬢さんで、うちの多分息子と同じじゃないと思います。多分この前お話聞いてたら確か、ね、まあ同じぐらい、同じ世代を生きている息子と、はいはい、まさか同じ年のお嬢さんと、うん、いや一緒になるって、まあ、ちょっとやっぱりこれからそういう時代になってきたなと、はい、だって親子ですやん。そうですね、もうそう、もうあの息子さんの年齢を聞いた時、あ娘でいけると思いました。もう十分娘で、はい、やった。下手したら孫は言い過ぎです、孫は言い過ぎです。そうかそうやね。で、まあ、私はねこれから、まあ、美咲ちゃんに望むことをいいですか言って、はい、あのねやっぱり若い人たちの情報が、全く入ってきません。えいや私若いことをお仕事はしてますけど、はい、やっぱりそういう情報って仕事上の若いお嬢さんたちやから入ってこないのね。だから、ね、例えばここは今めっちゃ流行ってるよとか、はい、いやここのお店行ってみてとか、はい、そういうね、はい、私も情報発信してるんで、そうですね、ご飯ね、いつも美味しそうな、はい、美味しそうな、あの食べる動画にハマってます、はい、もうねもう見させていただいております。あ見てもらってる、はい、あのね、美味しそうに食べるんですよ。本当に美味しそうに食べるんです、うんね、自分で言います。でもほんまにそうですからね、言う言う、ね、言わなダメですね。もうそんなん言ったもん勝ち。確かに本当にね自分でね、はい、あれね撮ってる意味があってね、はい、やっぱりこう仕事っていうかこういうね金子ルミのルミチャンネルで、はい、あのいろんなお店に伺うでしょ。で、ね、自分がどんな顔してるか分かんない。あ監督が、ね、向こうで撮ってる、はい、あ私ってどんな顔して食べてんのかな、どんな顔して喋ってんのかなって思うのが、はい、あのすごいね勉強になるんで、うん、でちょっとハマってますね。そういうことです、はい、ちゃんとそういうことも考えて撮られてたってことですね。もちろんもちろんです。いやそれはやっぱりそこまで読んでいかないと、はい、もうこの年齢ね、はい、まあ、66歳見えないですけどね。あの66歳よう頑張ってると思うんですよ、はい、でもやっぱり私らの世代と、はい、あの美咲さんたちの世代っていうのはもう、はい、だから私は息子の世代がわからない。あ、はい、なので、はい、まあ本当に情報が欲しい。情報分かりました、はい、頑張ります。なのでそういうのを、教えてください。はい、情報、まあブレイクタイムなので、はい、何でもこう言いたいこと、発信したいこと、いやこんなん今頑張ってるんですとか、そういうのも OK だと思います。分かりました、はい、まあ、結構ね私自身、うん、結構ルミさんと同じ共通のものを好きやったりとかもするんで。そうなん。えこの前でお話しした時に、うん、なんかフランフラン好きとか言ってありませんでした。はい、あのこの年でフランフラン大好き。いやいやいや、もう年齢関係ないですからね。いやフランフラン聞いた時に、あこれ、まあ、お話もしたいけど、うん、ありましたと、お買い物歩き回るのも楽しそうやなって思いました。あでもなんか選ぶもんちゃうやろね。だからそれも面白いかなと思って。あ、まあ、お買い物ね、はい、あそれもでも楽しいかもしれないし、ぜひなんかそういうのもやっていけたらなと思ってるんで、ね、でまあまあお店行って、はい、まあオーダーの違いね、そうです、年の差、そうです、でもまあまあそこでも ね、まあ、ね、うん、はい、そういうのってまあ私もまあいつまででもやっぱりそういう若い気持ちは忘れないでおきたいので、はい、だからやっぱりこういろんな若い子のね、あの情報が欲しいです。わかりました、はい、もうそのルミさんの、はい、この思いを取りながらこの年齢を、はい、
このままなんて言うんですけど、美咲のブレイクタイムね、あのしっかり盛り上げていきたいと思いますので、はい、ぜひ、楽しみに待っていてください、はいはい、もうね本当に皆さんね、本当に若い人たちのね若いエネルギーはすごいあの本当に元気もらえますほんでね、あのね、今ね、はい、向こうでね、そうなんですよ、ほんまに今そうなんですカレーパン食べてませんでした監督すごい美味しそうに食べてるんですよね。いやもうずっと食べてますやん、はい、それひどないですかね、こう見てる目の前で ね、 いやあんなね歩き方するんですよでもう笑うと思ったら大間違い、いや笑ってもうてました、ね、いやでも一応こらえてましたからね、ルミさんが言うまでは。まあいいですよいいです、はい、もうねとりあえず今日は、はい、新しいコーナーができたのをご報告させていただきました、はい、これからもね金子ルミのルミチャンネル、いろんな情報を発信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と、はい、高評価ね、お願いしますね。ありがとうございます。はい、ではまた。